ルクソ、ムサヴィンテージでございます。今日は中島みゆきさんのシーサイドコープラスという曲をやってみたいと思うんですけども、この曲はですね、コメントでもこの曲のタイトルが出てきてね、検索するとね、カバーも多くされてるので今更っていう気もしますけども、弾き語りの関西陣営でいうとひらがなの砂腹筋さんもね、このカバーされたりしてましたね。最近中島みゆきさんばっかりやってますけどね。この曲はね、アコギ主体で割と弾き語りにはもってこいかなというところがありますけども、ちなみに完コピーではないのでね、雰囲気出してやるというところでやってみたいと思いますが、実はこの曲はね、知らなかったんですよ。山猫っていうのに入ってるのかな、なんか公式チャンネルではその山猫っていうところのなんかこうジャケットみたいなのが出てましたけど、この曲は知らなかったな。そんなに弾き語りはね、難しくないんですよ。これ練習したらすぐできると思うね。それではね、カバーしていきたいと思うんですけども、これね、中島みゆきさんのオリジナルのキーはこのカポさん、カポさんで G スタートですね。なのでこれ女性の方はね、カポさんの G で弾き語りされたら一番ちょうどいいんだと思いますけどね。というわけでオリジナルキーよりは上げてやりたいんですけどもね、ギターの響きがねちょっとチャッチくなるので、このままいこうかな。低いけどオクターブ下げて歌うことになるからね、ちょっと低いですけどね。ちなみに音源を聴いていると、これは3フィンガーではなくアルペジオになりますね。この4本使ったりしてるね、どうもね気がしますけどね。だから安定不安定な感じでやらないと弾けないような気がします。シーサイドコープラス、これね5カップぐらいでしたんやけどね、音のねイメージがだいぶ違うんですよね。これめっちゃ軽くなるんですよ。これー
どっちを優先するかというところでね、迷うところもありますけども、まあこういう曲でございます。またお会いしましょう。